ちは、中本まなみです。今回はなんとなんとお引越しをしたので、フランフランでたくさん購入品紹介したいと思います。ということで、実はですね、本当に今日の今日入居しまして、家具を9割変えたんですよね。もうベッドもソファーもテーブルも絨毯も、もう全部、もう唯一テレビとテレビ台が一緒なんですけど、雑貨とかも買ってきたりとか、あとはもうベッドをすごい可愛いフランフランのやつにしたので、もしよければ最後まで見ててください。それではやっていきましょう。はい、それでは早速紹介していきたいと思うんですけど、まずはちょっと小物系から紹介して、最後にテーブルとかベッドに行きたいと思うんですけど、ね、実はまずソファーが今日届かなくて、ソファーはフランフランじゃないんですけど、黒の革みたいなソファーにしたので、ソファーのクッションカバーを買ってみました。じゃじゃん、メタルっぽい、なんていうかね、ちょっと反射しちゃうよみたいな感じのやつを2つ買いました。なんかすごいね、生地感がしっかりしてて、なんかなんて言ったらいいんだろうね、シルバーと黒でいい感じに合いそうだなと思って、ゴールドも可愛い、なんかゴールドの可愛いクッションとかもあったよね。で、それでいろいろ悩んだ結果、まあシンプルな、まあ徐々に増やしていこうかなっていうのもあり、最初はシンプルな感じにしました。これ超可愛い。で、それと合わせてふかふかの方のクッションを買いました。なんかさ、圧縮されとるやつとふかふかのやつがあって、このふかふかのやつはちょっと重いんだけど、なんかちょっとちゃんと重量がなんかふかっとするやつを買いました。で、なんか自由が丘店が今閉店セールやっとったけん、そこで買いました。いつもよりちょっとだけお安く買いました。続いてはですね、なんかね、グラスを1個買ったんですけど、じゃじゃん、このグラスね、ピンクをファンの子からいただいてて、そのピンクをすごい愛用してるんですけど、こうペアであったら可愛いかなと思って、この透明の方も買いました。なんか微妙にここがね、ゴールドになっててめっちゃ可愛いの。ピンクも可愛いし、この白とピンクでこう合わせて使えるよみたいな何でもペアにしたがるんですけど、お家一人しかいないから、まあお友達とか来た時とかに、こうみんなでこう乾杯したいなと思います。はい、ね、それに付随してコップいきたいと思います。これはなんか友達がお家来た時用とかに、なんかみんなで一緒のグラスがいいなと思ってグラスを買いました。タンブラーみたいな感じかな。2個セットなんですけど、もう1セット買って、まあ、マックス4人までだったりするよっていうこれも一緒なんですけど、意外にね、サイズもちょっと大きめかな、普通の。なんて言ったらいいんだろうね、ちょっと1個開けてください、見てみようか。ほら、シンプルでめっちゃ使いやすそうな感じ、可愛くない？で、ちょうどいいサイズ感、ほんとちょっと大きめぐらいがちょうどいいかなと思ったんで買いました。めっちゃ可愛い。続いてはですね、フォークとスプーンとかのセットを買いました。じゃじゃん、これね、なんかね、持ち手が透明になっとんよ。ほら、半透明みたいな感じになってて、なんか徐々に揃えられたらいいなと思って、 お箸とか、 なんかある程度のお皿は持ってきたけん、こうスプーンとかがあんまり揃ってなかったのでちゃんと買いました。スプーン1個とかしか家になくて、いつもさ、友達が家に来てなんかヨーグルト食べたいとかなった時、スプーンがなくてさ困るけん、ちゃんと購入しました。はい、そしてですね、これすっごいいい匂いだったけん紹介する、ソフィスティンスディフューザーっていうやつなんですけど、これがアクアの香り、アクアの香りなんだっけ、ムスク、ムスク、アクアの香り買っとるかもしれん。え、アクアの香りなんだけど、わー、あれちゃんと見ればよかったね。やったかも。ムスクってやつがめっちゃいい匂いだったよね。ムスクって一言も書いてない、これ。確かにムスクっぽくない色よね。ムスク白っぽかったよね。これアクアって感じするこれアクアって感じしないねえ。え、ちょっと匂い嗅いでみようか。まあ枝は可愛いんですよ、こんな感じでね。なんかこうなみなみって売ってるんですけど、待って、一番ショック、これ、うわショック。いいお値段したよ、これ。いいお値段したよ、4400円しますからね。うわショック。でもこのシリーズはどれもいい値段だったよね、一応。でもその中でもムスクがいいってね。あ、いい匂い、よかった。まあいい匂いということで、あ、いい匂いな。どちらかというとさっぱり系の匂いですね、こちらは。でもいい匂いでした、このシリーズ。とってもどれもいい匂いです。アクアです。はい、ということでですね、お次はですね、ベッドの枕カバーとソファーのカバーを買いました。なんかね、実はベッドもなんだけど、展示されてる丸々一式を買ったんよ。
この可愛いってなって、結構リビングはもう白シルバーと黒でこう綺麗な感じにまとめたから、こう寝る部屋は目に優しい色にしたいと思って、こうグレーとか柔らかい色を選びました。ほら見て、ちょっとゴージャスっぽい感じで、なんかフレームが後からお見せするんだけど、グレーだからそれに合わせたら超可愛いと思いますっていう感じで買いました。でこれに合わせて枕カバーも買ったんだけど、これもなんかさ、この編み編みみたいなのが可愛い。ちゃんとしっかり、でっかっ待って、思ったよりでかかった。これフランフランの枕じゃないといけんじゃん。ちょっと思ったよりでかくてびっくりしてるんで、この半分しかないよ、うちの枕は。じゃあフランフランで枕買います。でもこれめっちゃ可愛いっしょ。とりあえずフランフランで購入した、ちょっと手持ちで紹介できるものはこちらでした。ということで、やっぱりね、フランフランはめっちゃ可愛いんだけど、普通に超いい値段したよね。絨毯とかもそうですけど、まあ、まだこれからずっと使っていくものなので、ちょっとここはね大奮発をしました。ということで、ちょっとベッドと机とかを紹介していきたいと思います。はい、ということで早速絨毯と机を紹介していきたいと思うんですけど、フランフランで可愛いエプロンを買ったので、今後料理企画の時はこれをつけようと思います。はい、買った報告でした。可愛いっしょ、これ。色合いがめっちゃ好き、可愛いです。ということで、まあこれを着用しながら紹介したいと思います。まずはじゃじゃん、テーブル。もうフランフランといえばこのテーブルっていうぐらいさ、イメージが多分皆さんあると思うんですけど、それの黒を注文しました。唯一この自宅から持ってきたこのテレビ台とテレビが黒だったので、この黒に合わせようと思い、こういう感じの黒にしてみました。めっちゃ可愛い、楽しい今もうさ、引っ越し前まではもう段ボールがいっぱいあってすごい憂鬱だったんですけど、もうこの部屋を見てとっても可愛くてテンション上がってます。めっちゃ可愛いこれ。そして下、じゃじゃん、絨毯もフランフランにしました。この絨毯はなんかシルバーみたいな色味にして、中くらいのサイズも買ったのかな。すごいふかふかで、しかも濃密なんだけどキラ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 入ってて、まあ夏でも別にいけるんじゃないかなと思って、涼しげなデザインではあるので、まあモフモフはしてるんですけど、可愛いなと思いました。もう本当になんか家具が黒なのにカーテンとこの絨毯が白っていうところが私の推しポイントです。可愛い、若干シルバーみたいな、店舗で見ると全然シルバーに見えなくて、え大丈夫みたいな会話しながらね買ったんだけど、思った以上にあのシルバーで可愛かったです。ということで、続いて寝室に行きたいと思います。それではベッドです。じゃ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 ーん、見えますか。実はダブルベッドにしました。もうめっちゃ広いの。もうどのぐらい広いかって、もうね大の字になって寝れる。見てよ、バーンってなって寝れます。ここが可愛いと思って、これちょっとメルヘンっぽいかなと思ったんだけど、買うときは。でも部屋に置いたら案外そんなことなかったよね。なんかもっとブリブリブリってなるかなと思ったけど、こう意外とシンプルな色で合わせてるので、ちょっと綺麗な色になりました。かわいい。でなぜダブルベッドにしたか、もうねこれは本当に、まあ、引っ越すんだったら記録したいなとかと思っとったんだけど、でもセミダブルと正直迷って、でセミダブルにするんだったらダブルがいいなとか、そのどうせ買うんだったら大きい方がいいなと思っとったんよ。でもニトリ行った時に自分が欲しいフレームがなかったけん、ああもうダブルじゃなくて今家に使ってるシングルのやつ持っていこうと思っとったら、フランフランで見つけてとても可愛くて買ったんだけど、本当に寝相がひどすぎて、なんか首をよく寝違えるんですよね。で整体師さんにもう本当にマジ寝具変えたらって言われて、もう多分合ってないんでしょうね、このベッドも枕も今まで。そう、それすごい悩んでて、まあじゃあ一式変えて枕はまた別で買おうと思ってて、これマジ一人で悠々だよね。ちょっと寂しいかな、夜一人で寝るときにとも思うんですけど、友達に泊まりに来てもらったときは一緒に寝たいと思います。え、3人で行けるかな。え、いけるんじゃない。いける、うん、じゃあスタッフの子2人と一緒に親友3人で川の字になって寝てみたいと思います。本当に私睡眠ちゃんとこだわろうと思ってます、引っ越してから。やっぱ新幹線とか移動とかで人よりも多分5倍ぐらい
移動で寝ることが多いんですけど、その分家に帰った時はしっかりねした体勢で寝れるように、本当に睡眠には力を入れていきたいと思っております。でも今日はもう3人ね今日は本当に3人で寝てるよ1回。はい、ということで私のフラフラの購入品紹介でした。イエーイ。多分ざっと15万から20万ぐらいはフランフランだけで、多分そのぐらい本当に今回この引っ越しっていうのでかなり奮発していろいろ揃えていってるので、また全部が完成したらその紹介も撮ろうと思ってます。こんな感じでちょっともうこれからどんどん頑張っていくためにも心機一転改めたので、これからも頑張っていきたいと思います。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしてます。バイバーイ。